僕の心を込めて光が導く方へ抱きしめながら想いを包んでいく。シャイラジオ、シャイラジオ、シャイラジオ。恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。皆さんこんにちは、テレビアニメシャイもみじあまてるシャイ役の下地しのです。皆さんこんにちは、テレビアニメシャイ小石川いこ役の遠山奈央です。はい、この番組はテレビアニメシャイ第2期の最新情報や魅力をお伝えしていく公式ラジオです。あー、ただいまー、帰ってきたー。はーいね、アニメも、昨日7月1日にスタートしまして、うん、最速でラジオも次の日に更新ということで、うん、いや、いいですね。ほやほやだよ。ほやほやです、うん、なんかね、オープニングもね、変わったので、ちょっとラジオでもちょっとなんか、ミキって感じって思いながらねえ、やっていただいているんですけど、はい、シャイラジ自体は、うん、第1期のシャイラジは2023年12月19日の配信以来ということで、だいたい半年ぶりぐらいですかね。だね、うんうんうん、比較的早く帰ってきたぞ。いや、ほんとだ、確かに。しかも年明けにさ、マイダリンさん、うんうんうん、ゲストに迎えてのなんか出張ラジオみたいなのもやってたから、うん、なんか本当に早く帰ってきた。今思い出したんですけど、うん、出張版で、うん、恥ずかしがり屋のお便りやった時に、うん、みんなね、難しいでしょって言ったら、みんながすごく深くうなずいてくれたのを思い出しました。そう、いいコーナーなんですよあれは。本当に、変わらず、うん、引き続きやっていくコーナーもあれば、なんと新しいコーナーもありますので、うん、皆さんお楽しみにという感じでございます。ワクワク、うん、それでは参りましょう。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はテレビアニメシャイ制作委員会の提供でお送りします。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。テレビアニメシャイ第2期は昨日からスタートいたしましたが、改めて、第2期は東京奪還編、うん、すごいですよ ねめっちゃかっこいいんだけど。めっちゃかっこいい。これ誰考えたの。誰、え、あ、いる、手挙げて、ピーピーなの。いや、素敵なネーミングですよ、本当。なんか、どういうことって思いますもんね。ね、気になっちゃうよ。うん、そうなんですよ。うん、まあ、簡単に、まとめますと、はい、前回の戦いを経て少し成長したシャイなんですけれども、日本に戻ってきた彼女が出会ったのは天王寺愛ちゃんという女の子だったということなんですけれども、ね、まあ、まだみんなそこまでは、うん、あれだよね、最後にちょっと不穏な女の子がね、そう、楽しみやわって言ってた人。どういうこと、誰って感じのね、まずちょっと顔見せ的な感じでしたが、はい、第13話はそのね、ラストに愛ちゃん出てきましたけれども、うん、A パートが日常というかね、ヒーローの、いや、素敵だった、うん、泣いちゃったんだけど。さ、各国のヒーローたちがさ、それぞれの日常の中でさ、うん、ピンチにこう出くわしてさ、みんなが転身カーン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 ってこう連続で転身してか、あのシーンで猛烈に感動して、うんうんうん、なんかなんて言ったらいいか、名前の付けられない涙が出てきた。あら、感動したよ、本当に。来るものありますよね、うん、またなんかやっぱなんていうんですかね、一気で大きい戦いを得たけれども、うん、こうみんなの日常は続いているんだよ。そしてそれぞれがこうやっぱヒーローとして、うん、こういつもね、アンテナ張ってじゃないですけれども、生きてるんだっていう心強い気持ちにもなりますよね。かっこいいってなって、うん、しかもその中にさ、センチュリーっていう新しいヒーローも出てきたりしてたじゃない。そうだから、あ、2期になってまたより一層華やかになってね。そうですね、どうやってヒーローたちが活躍していくんだろうみたいなのもワクワクするよね。うん、うん、
と、なんて言うとしたんっけ、嘘でしょ、いや知らんけどなんだろうね、びっくりだよ、あ、そうそう思い出した何そのなおさんが感動したシーン の、 あの、うん、みんなが転身っていうところなんですけど、うん、そうそう、この話がしたかったアフレコでテストの時に、うん、ついなんか一生懸命に なりすぎて転身の転でうまいことあのセリフ言ってくださいっていう、印のタイミングで出れずに、うん、みんなその後にシンって続くのに私がテンって言えなかったばっかりに、なんかみんなあって感じでさせちゃってすいませんって言ってシャイってでも本番では大丈夫です、決められました。テストでなんかせっかく2期の1話なのにあ、もうこけてしまった先輩すいませんという気持ちでやってました。いやでもそれすらもなんかちょっとこうシャイっぽいというか、ちょっとおちょこちょいな、もうみんなが支えなきゃってなんかね、なる可愛らしい座長って感じでねでしょ、ほほ笑ましいでしょいやもうでもちょっとふぬけてるつもりなかったんですけど、全然一生懸命ね、そうなんかちょっとねいろいろ頑張りすぎて天に行けなかったなっていうのでちょっと反省しましたね。いやでもきっとみんな1話だから和ん、うん、なんかこう緊張してたと思うんだけど、それでなんか和んだんじゃないそうだといいなだよ、そうですよね、そうよそうそうまあでも B パートはアスカさん、はい、記者が急に出てきて取材を急に受けるシャイという感じでしたけど、でもなんかこう結局こうテルちゃんのね、シャイちゃんのこうピュアなハートで、うん、結局アスカさんもこう救うというか、なんかね、うん、こう一念発起してまた頑張ろうみたいな、うんうん、原点にこう立ち返るって大事だよね、うん、バッチャが褒めてくれたから、うん、みたいな、またそこでなんかその手帳すごい大切に使ってるように見えますよって言えるシャイちゃんもなんかよく人を見てるなと思いますよね。本当だよね、あの手帳の皮がめっちゃリアルでさ思いましたそう作画すごい、うんうん、こんなところもすごい、バトルシーンとかだけじゃなくて、うん、皮がリアルですごいってなって、うん、思いました。なんかそのシャイが、うん、その手帳って言う前になんか、うん、ちょっとこっちが見てるこっちがちょっと引っかかるぐらい手帳がちょっと印象的だなって個人的には感じて、なるほどね、うん、フックを作ってくれてたんだね、かもしれないですね。ちょっと話戻っちゃうんだけどさ、 あの細かいとこシリーズでね、うん、私が一個気になったのが、うん、多分 A パートだったと思うんだけど、うん、あのイコがさ、あの、うんうん、テルにメッセージを送った時に、はい、あのこうアイコンがさ、こう丸いアイコンがこうポンって出てきた時に、イコのアイコンがね、あの我々のツーショットだったの。なんかちょっと嘘、 みんなもぜひ見返してほしいんだけど、イコのアイコンがテルちゃんとのツーショで、はー、ツーショアイコンにしてるって、ちょっとなんかもう愛怖いですね。ラブ、私そこ見逃してました。あ、ぜひ、一瞬だったから本当に、あのそれこそ本当にちゃんと、大吾くんが着てるじゃないか、 T シャツ、うん、になんか目がいってました。あ、そうだよね、単純にそう見て見てとかってね言ってて、私はなんかそっちじゃなくて、はいはいはい、うーってなってアイコンで我々の通所っていうさ、すごいキュンとしましたね。なんか仲良くなって途中でアイコン変えたんだろうなって思ってさ、うん、なんかすごいキュンキュンして、いいですね、イコちゃんがきっと、うん、ねえねえ、ツーショットアイコンにしてもいい、いいんですかみたいな、確かにやり取りがあったのかな。一回許可取ってそうだよね、うん、この写真すごい好きだからアイコンにしてもいいかなみたいな、なんかこうびっくりして恥ずかしいけど、うん、こうちょっとまんざらでもないテルみたいな、うんうんうん、いやいいですね。いいテルのアイコンは、そっかテルにメッセージが来てるから映ってないのか、映ってなかった、逆も気になるね。同じツーショットの、うん、同じ日に撮ったそのやつの違うカットとかあかな、ちょっとお揃い感、お揃い感、そっかかもね。
うわそれ か, なんか納豆とかかもしれないけど確かにそれもありますなんかちょっといい意味でこうセンス系のそうそうアイコンの可能性ありますね。えなんかてるちゃんが自分のお顔をアイコンになんかしなさそうでもあるから恥ずかしいって。空とかね空だよねそういうのもありえるよね。ありえますね。今後出てくるかもしれないですね。知れないのでね、ちょっとそんなところもセンサー光らせつつ見ていただけたらと思います。はい、次回の14話も皆さんお楽しみに、では皆さんからのメールもご紹介していきましょう。早速届いてるんだよ。ありがとうございます。ペンネーム斬新斉藤様からいただきました。ありがとう。下地さん、富山さん、こんにちは。こんにちは。一期からドハマりして、原作も買って、お2期の放送をワクワクしながら待ってました。ありがとうございます。シャイラジオも復活ということで、またお二人のほんわかした雰囲気のラジオも毎週楽しみです。ありがとうございます。もうつい喋りすぎちゃうからね。そうなんですよね。あの打ち合わせの時もさっき話したんですけど、コーナー一通としか読めないみたいになるんですよね。シャイラジオあるあるなんだよね、読みたいと思ってるんですよ心から。そうだけどなんか楽しくなっちゃうんですよね。打ち合わせしててもさ、もう妙に脱線しちゃうんだよね、そう楽しいんですよね。今回ちょっと2期はいっぱいメール読むを目標にしてもいいかもしれない。そうだね、一応目標にしておこうか。そうしましょう。じゃあ早速次のメール行きましょう。いいテンポ。はい、ペンネームせいちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。庄司さん、なおちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。エンディング主題歌がテルとイコのデュエット、つまりお二人の歌唱であることが発表になりました ね。しかも7月9日配信開始ということは来週、それとも今日、どちらにせよ楽しみです、ぜひレコーディングの様子を教えてください。どちらから先に撮られたのかなということです。そうなんです、今回もエンディングは私と奈緒さんが歌わせていただいております。はい、来週から配信ってことですね。皆さんね、あの13話では聞いていただいたと思うんですけど、フル楽しみでしょ。いや楽しみだ私もまだフル聞いてないから楽しみ。私もですねー、ワクワクだよ、いやいい曲だよね。いい曲。一期の時と知りたい気持ちと一緒で、奈緒さんが先にね、そう撮る形でした ね。これってあえてなのかな、それともなんかスケジュールの関係でたまたま、たまたま、あ、たまたまか、たまたま一期を踏襲する形になったということでね、そう。でもなんか役柄的にもこうなんというかこうイコとテルだとやっぱイコちゃんがやっぱりこう引っ張っていくというか、遊ぶ時も次どこに行こっかみたいな感じだから、なんか歌もそういう気持ちが乗るような気はなんとなくこちらはしておりました。ちょっとテルの声を聞かせられないのは心苦しいですが、いやいやいや、まあ、でもしのちゃんがそのバトンをね受け取って歌ってくれているなら本当に嬉しいし、なんかやっぱり今回の曲もお互いをすごく思い合っている曲だったから、なんかより染みるというか。そうですね、しかもね、なんかまあちょっとネタバレってわけじゃないんだけど、今回って結構なんかいつでも一緒にいるわけじゃなかったりするから、てるいこが、だからその話の中でそばにいるよっていうタイトルの曲が最後に流れるっていうのがなんか逆にいいなみたいな。わかりますね。なんか言葉なくともというかね。そう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 、私それとプラスして、まあ、これも細かいことまだ全然言えないんですけど、まあ、今回のキーパーソンの方たちの思いもちょっと2人がこう代弁してるようなところもあるような印象を受けて。何それ本当だ。レコーディングの時になんかそういう話もちょっとスタッフさんとしたんですけど、でもなんかそれをこう意識して作ったわけじゃなくて、やっぱそのてるいこのこう歌として作ったんだけど、結果的にそういうこうなんというかこう意味もこう含まれる歌になりましたねみたいな感じでお話をして。深いね。そうなんですよ。いやこれは
もう、うん、みんな最終回まで見なきゃって思ってるでしょ。本当だね。これいい話だと思います本当に、うん、なのでちょっと多角的にね、うん、いろんな思いを重ね合わせて聞いてもらえるといいんじゃないかなと思いますね、うんうん、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ということでここまでです。引き続きアニメやラジオの感想その他いろいろ送ってきてくださいね。恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。みんなのシャイ。リスナーの皆さんが恥ずかしいと思うことを共有するコーナーです。こちらはラジオ第1期からの継続のコーナーとなっております。はい、うん、みんなどうだったかね。ねえ、恥ずかしいやつ貯めといてくれたかな。どうかな。読んでいきましょう。はい、ペンネーム703さんかな、うんうんうん、703さんかな、うんうんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。下地さん、富山さん、こんにちは。こんにちは。私は気に入った漫画は新刊で買ってしまう人間です。うんうんうん、いいな。そして満を持してシャイのコミックスを買いました。うん、本当はコミックス全巻買おうとしたのですが、うん、20巻以上出ているものを柱のように積み上げ、周りからアニメから入ったにわかだと思われながらレジに持っていくのが恥ずかしく、とりあえず8巻まで買いました。勇気を出したいです。と。なるほどね。あ、写真が送られて。8巻でも結構厚みあるもんね。確かに20巻ってなると、確かにレジに持っていくのもすごいよね。カゴとかあるお店もあるけど、そしたらなんかいろんな漫画いっぱい買ったのかな感出るもんね。確かに、うん、でも大丈夫ですよ多分、うん、あのアニメから入ったにわかだと誰も思わないんで。いや、そうだよね。なんかアニメから入った仲間だとかさ、なんか気に入ったんだなとかさ、うんうん、絶対微笑ま系の感想じゃない、うん、にわかでみたいな感じはならないよね。ならない。でもそう思っちゃう気持ちもわかる。じゃあ自分のことを考えるとね。そうなんですよね。ついついね、なんかいろいろ邪推しちゃうんですよね。わかるな。でももしどうなんだろう、引き続き、うん、続きの巻はもしかしたら最新巻まで一気に買っちゃっても、そうだね、うん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 、いいじゃないでしょうか。怖くないよ。今まだ8巻までしか持ってないから、うん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 、まあもう 2,3 回分けて買うことになる。そうです、ね、のかもしれないけど、でもまあまあそうだよね。あれ今全シャイは25とかだよね、うん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 、だから今24か、あ25が出るんだ。そうだそうだ。だからまた3回ぐらい通ってでそっからは新刊はどんどん買ってくってことで、うん、そしたらもう1冊ずつですから ね、うんうん、はい、そこさえ超えれば、うん、ね、頑張ってください。頑張ってください。じゃあ続いてはペンネームパズルさんからいただきました。ありがとうございま す。自分が恥ずかしいと思うのはイベントとかの自由席で前の方に行けないことです。ほう、前の方が見やすいことは分かりますが、そこまで見やすさを求めないのと、出演者が近いと緊張しそうというのがあって、うん、程よい位置で適度な距離でイベントを楽しみたい人です。なるほど、それも確かに一つの楽しみ方ですよね。わかる、うん、確かに私も推しは知り合いたいっていうよりも遠くで見てる方が好きなので、この気持ちはすごいわかる。そうですね、難しいですよね。一番前かに行ったとして、シミュレーションしてるの今？ちょっと脳みそで考え私も、うん、あーでもな、ものによるんですけど、ほうほう、フラットに椅子が並んでたりとか、うん、こうライブハウスみたいにあのこう自分がこうなんだ、スタンド？スタンディング？うん、はいはいはい、みたいな感じだとやっぱちょっとあのコンパクトに生きてるから、コンパクトに生きているからおうおお、身長が、うん、かわいいだからちょっと前の方がいいと思っ
ゃうかな。確かに、うんうんうん、我々そうコンパクト勢だから、うんうんうん、ちょっと後ろ行っちゃうと本当に見えないんだよね。そう、そこは難しいですよね。遠くから見てるのがなんかちょうどいいのもすごいわかるんですけど、うん、まあどういうイベントかどういうこうものかにもよりますけど、はいはい、前に行かないと見えない時もあるなってちょっと思いましたね。わかる。だからライブとかさ、うんうんうん、イベントとかあとはミュージカルとかさ、はい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 、やっぱなんかその演者さんの表情めちゃくちゃ見たいみたいな時とかで、ミュージカルはさ上演中はさこっちにファンサとか絶対ないじゃん、うん、だからこう安心して前の方で見てられるけど、うんうん、イベントとかだとさ急に演者がさねえあなたはさとかって振ってくる可能性があるじゃない、はいはいはい、だから確かにちょっと座り位置、うんうんうん、気になるのはわかるし、演者目線から言わせてもらうと、うん、せっかくさ前の方でさあの見に来てくれて自分のさ推しグッズとかこう持ってくれてる子とかいるからさ、うん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 、あーって思って嬉しくってさあーって手振ったりとか目線合わせたりすると結構最前のお客さん目そらしがちスッてこう人差し指出ました、なおさんのもうほんとそらしがちそらしがちほんとでも私もこう例えばなおさんのイベントとか行って、うん、目そらしちゃうかもな。でも、うん、でもそこまで考えて目そらしちゃうかも恥ずかしくてというのも込みでちょっと後ろ座るかも。そうだよね。これは私への目線なのかワンチャン隣の人の可能性もあるぐらいな、ちょっとこう曖昧な、なんか感覚になれる距離感の方が、うんうん、なんか安心して見られるのはあるかも、うんうんうん、こんなねバチコーンって目が合っちゃうとさすがにちょっとびっくりしたみたいな、心の準備してなかったみたいな感じになるのかもしれないですね。ねえ、めちゃくちゃわかりますね。うん、はい、っていう感じでみんなのシャイをご紹介していきました。今回はここまでです。引き続き皆さんが恥ずかしいと思うことを共有してくださいね。以上みんなのシャイでした。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。上手に言えたね。なんか忍法ってちょっとなかなか言えないんでちょっと楽しくなっちゃいましたね。かっこよく言えたね。ありがとうございます。はい、このコーナーは、アニメ2期から忍者の末裔天王寺愛ちゃんが登場するということで、うん、このコーナーでは皆さんの身に起きた人に言うまででもない話を募集します。ぜひ人に言うまででもないことをメールに忍ばせてお送りください。面白いね。なんか気になりますよね。ね、普通オタにするまでもないこう何でもないことね、気になりますね。早速行ってみましょう。はい、ペンネームまーるいサイコロさんからいただきました。ありがとうございます。下地さん、遠山さん、シャスシャスシャス。食にまつわることなのですが、例えばポテチを食べた後の指をついつい舐めちゃうとか、あ、お寿司のネタの部分とシャリの部分を分けて食べちゃうとか、あ、人前ではちょっとやりにくい食べ方ってありますよね。あ、僕は子供の頃アイスクリームコーンのアイスの部分を食べ終わった後、うん、コーンの一番下のとんがった部分を先に食べ、その穴の開いた場所から一気にアイスを吸い取るという食べ方にはまっていました。もちろん味に変化などはないのですが、コーン内で程よく溶けたアイスを吸い取った時の達成感にやみつきになり、しばらくその食べ方でこっそり一人で楽しんでいました。うわあ、初めてのパターンなんだけど。結構ちゃんと普通オタぐらいのことだよこれは。これ膨らんじゃうよ膨らんじゃうよ。ちょっと待って、先に言っていい、うんうんうん、この人は私をいじっています。え、そうなんですか。このシャイラジオリスナーの方に向けて説明をするとですね、うん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 、あの私が、うん、あの別番組にお邪魔したり、うん、私自身のラジオでも ネタになってるんですが、うん、私家だとお寿司のネタとシャリの部分分けて食べちゃうんですよ。それってもう刺身と米ってことですか。そう、刺身と酢飯
あ、そっか。え、わさびは刺身の盛り付け。わさびは入っていた場合は、うん、めっちゃ丁重にこそげ取って、うん、お皿の横へ。でもお店では別に普通にお寿司として食べる。ちゃんと自分がこう良くないことをしてるのは自覚しているので、お家の中でしかやらないんだけど、うんうんうん、それを初めて世の中にあの明かした時に、うん、マジでみんながドン引きしたっていう事件があって、それをこの人はいじっていますそっとシャイラジでもそう、何気なく触れるのやめてもらっていいですか丸いくやころさん、ま、引かないけど、うん、確かにちょっと特殊かなとは思いますけどね。ちなみに、うん、私バームクーヘンを1枚ずつ食べたりはします、はい、ちょっとわかるな。ミルクレープとかも1枚ずつ食べたりしますちょっとわかる。あ、すごい、スタッフさん首振ってんな。めちゃくちゃ思いっきり首振ってるな。外はええってなってる、うん、あら、あれ、なおさんは。私も時としてそうすることはある。お、あ、男女で今いい感じに分かれてますね、うん、女子がやりがちいや、リスナーの女子たちが今一生懸命首を振ってるかもしれない。そうですね、違う、少しそっかそっか、もう変わった癖とかってあるよね、うん、でもアイスのその何、そのコーンかじってジュッてするんでしょ、うん、私でもなんでこの、この食べ方に共感できないかの一つとして、私ちょっと食べるのが遅いんですよ、はいはい、だから多分、うん、アイス食べきった後でも、うん、多分コーンの先から食べたらもうアイスがボタ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 もうジュッてする暇もないぐらい多分コーンの中で溶けてるんだと思うんですよね。あ、なるほどね、うん、考えたことなかった確かに考えたことはないか、そこかじる、だって紙が巻いてあるじゃない、うんうんうん、うん、だからそうか、ちょっとびっくり、カルチャーショックをまだ受けてる、うん、うんうん、でもいいですよね、常識を壊すというか、やっぱ上から食べるものだと思い込んでたけどそうだね、うん、そういう食べ方もあるのかとは思いましたねえ、うん、いや面白い、面白い、うん、もう一ついけます、うん、あ、いけそう、結構盛り上がっちゃったうっかり、うん、続きまして、高野様からいただきました。ありがとうございます。あー、わかるかも。僕は靴下をボロボロになるまで、いや、ボロボロになっても履くことがあります。お、最近もかかとが破けた靴下を履いて革靴で出かけるなどしています、うんうん、冷静な顔で仕事しつつ靴下が破れているという、今のところバレていないので忍者の素質があるのかもしれません。わかるかも。今日の靴下穴開いてるとかですか？今日肌ちなの。暑いですもんね。ね、でもなんかあのボロボロの加減にもよるけど、さすがにかかと破けたまではボロボロにしないけど、うん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 、なんかさ身につけるもの、靴下、うん、あとなんだろう、手袋、うんうんうん、とかってさ、最初はさなんかやっぱりパリッとしてるじゃん。けどさ、なんかだんだん自分の手の形とかさ、はい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 、足に馴染んでくるからさ、うんうん、なんかちょっとボロボロになったぐらいの愛着湧いたぐらいの時が一番さ気持ちよくない？全然履きますけど、うん、それこそなんかこう穴が開いたら捨てるぐらいの、うん、こうバロメーターだから全然履きますけど、うんうん、でも下ろしたてが一番好きです。マジか逆に、うん、なんかやっぱ気持ちがいいというか、その当たり前ですけどやっぱ身につけるものって自分が気に入って買うわけじゃないですか、うん、なんか気に入って買って、そのもう今一番感性と合っている靴下を履いているっていう新品の。あ、私さあのパリパリが好きくなくて、うん、一回そのお乳だけど洗濯機入れちゃうの、うんうん、まあ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 、それはね、そうだよね、うんうんうん、するよね、しますします。なんかさ、そうなんだよ。でもなんかもうこの職業柄、うんうん、やっぱりこうさ常にこう人に見ていただくわけじゃない、うんうん、今日もスタッフさんがたくさんいらっしゃるわけじゃない、うん、だから毛玉ができたら捨てるに最近はしてるんだけど、うん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 、でもなんかまだ履けるのになとかって思っちゃうよね。それはありますね、うん、ね、このコーナーさテンポよく行けなくない？結構盛り上がっちゃいますよね。ちょっと私も
賞賛がそれこそなんか普通歌にするまでもないみたいなところのラインでとかだと考えた場合、なんか共感しやすいのかもしれないですね、逆に。いや、いっちゃ面白いのかもしれん、うん、真理にたどり着いた可能性やばいね、このコーナーまたちょっと人気コーナーになりそう、ね、なるかもしれないです。みんなも、はい、ありがとうございます、引き続き身に起きた人に言うまででもない話、なんか盛り上がりそうなんでねどしどし送ってみてください。以上、忍法人に言うまででもないことでした。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。シャイインフォメーション、ここではシャイの最新情報をお伝えします。まずは放送情報です。テレビアニメシャイ第2期東京奪還編は毎週月曜24時からテレビ東京系6局ネット他にて放送中。また毎週火曜正午から各配信サイトでも順次配信中です。続いて主題歌情報です。パスコードさんが歌うオープニング主題歌ウィルシャインと私たち2人が歌うエンディングテーマそばにいるよが7月9日より各種配信サイトにて配信開始となります。ぜひ来週のシャイラジと合わせてチェックしてください。続きまして商品情報です。原作コミックスの最新25巻が7月8日に発売となります。ぜひアニメと合わせてお楽しみください。またヒーローたちの変身アイテムを完全再現したプロプリカ天心輪がいよいよ2024年8月に発売となります。ずっとね、シャイラジー機の時からプロプリカ天心輪言ってましたが、はい、今手元にサンプルがあります。ついにちゃんとつける時の音、こうやってね今ね開けて、うんうん、これでおお、はまった、はまりまして、で、でですよ、で電源、ここだこれ、あ、そっか、電源今入ってるねえ、今さもうさ、しのちゃんさ、せっかく今さ、カチャってやったのにさあの、普通にするって今さ、手首から抜いたよね今自分でもびっくりしたわざわざさ、今カチャってやったのにさ、あれ電源どこかな、するってさ外さなくてもさ、着脱できる、あ、ごめん、ごめん転身しちゃう、転身しちゃう、もう一回行くね、もう一回行くね、お、光った、ピンクに光ってオレンジ色になって、おお、はい、という感じの、プロプリカ天心輪ございますので、動画でお送りしたかった今の今の着脱のくだり何だった自分でもびっくりしちゃった、超面白い、はい、はい、あの、ぜひ、プロプリカ天心輪もよろしくお願いします。お願いします。最後にテレビアニメ2期放送を記念してオリジナルヒーローを募集&ファンアート企画が実施中です。うん、あなたの考えたヒーローやシャイたちのファンアートを X に投稿すると超豪華な商品がもらえるチャンス。こちら7月10日が応募期限となりますので、え、すぐじゃね、すぐだ、わー、急いで急いで、忘れないようにご注意ください。各商品や企画の詳細は公式ホームページをご確認ください。以上、シャイインフォメーションでした。恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。お送りしてきましたシャイラジ、あっという間にエンディングです。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アドレスはshy-anime@onsen.ag、 シャイのスペルは SHY です。
また番組の配信ページにある投稿フォームから送ることもできますので、よろしくお願いします。よろしくお願いしますという気持ちになるエンディングですね。いやいい曲だね。聴いちゃうダメダメ。さて、シャイラジ第13回の配信でしたけれども、はい、ねこのラジオさ、あのこの撮ってる間も長いんだけど、長いんだけどって言ったらだけど、あの一個一個のコーナーの合間にさ、カットですってなってからのさ、雑談も長いよね。長いついなんか余韻に浸っちゃうんですよね、コーナーの。お便りのさ、後受けみたいなさ、でもこれはさみたいな、こういうのもあるよねみたいなのさらに膨らんで、だから雑談でももう一本ぐらいラジオ作れるぐらい喋ってる気がする。確かにいいですね。ちょっと一気からまたパワーアップさせた話にこんなとこまでパワーアップして、ね、シャイラジが帰ってきたって感じがしました。はい、ということでこの辺でお別れです。音声プレミアムサポーター特典のおまけもありますので、こっちもじゃんじゃん喋っていきたいと思います。はい、ここまでのお相手はシャイもみじ山てる役の下地しのと、小石川いこ役の遠山奈緒でした。またね。この番組はテレビアニメ「シャイ」制作委員会の提供でお送りしました。